女優の道という決意。最終的に卒業するっていう決断を下したのは3月の下旬頃に、悩んで考えて考えに考え、まあ、最後はもう自分で自分のお尻を叩くというか、もう行けっていう感じで自分で決断して秋元先生に LINE を送信しました。女優への憧れ、暇さえあれば舞台へ足を運ぶという渡辺真由。スケジュールの合間を縫い韓国へ飛んだ。すごくミュージカルが好きで、特に最近は海外ミュージカルとかも興味あって、ブロードウェイにも行って見てみたりしてて、で韓国のミュージカルがすごくレベルが高いっていう話を前々からいろんな人から聞いてて、ぜひ一度足を運んで生で拝見したいなと思って。こんにちは、バンガスムリナ。練習してくれて忘れちゃう、すぐ。こんにちは、ファンガスムニダ。合ってる、ファンガスムニダ。初めまして。初めまして、お願いします。시간이다돼가지고국방을가는걸로一緒に行きます。お、行きます。一緒に。ソウルの街を案内してくれるのはイ・テヨンさん。渡辺真由と同じ年齢の彼女は小劇場を中心に女優として活動している。노래잘하세요。シンガー。ノーシンガー。ノーシンガー。 I don't think so。 뭐 피아노라든지 기타라든지 드럼이라든지 아 피아노? 어 아리로 아 조금 야 二人が訪れたのはソウルの大学路にある演劇のチケットセンター。ここ大学路は演劇の街。大小の劇場で毎日多くの公演が行われている。すごい、こんなにたくさん。大学路の中での劇場の数って全体で合わせるといくつぐらいの劇場があるんですか？あ、셀수없을것같은데몇백개는될거야。근데이제여기에있는거는다큰연극들이고실제로는되게작은곳에서하는연극들이되게많아요。근데그중에서도볼만한거되게많고。약간젊음의거리같은느낌이에요。약간꿈과 꿈을꾸는자들의약간그런지역느낌。めっちゃ楽しいですね。いいですね、そういう場所。夢見る若者が集う演劇の街。상처줘서미안하다고술한잔같이하자고。あ、됐고。나한테또뭐들었어요。俳優の息遣いが聞こえるような舞台は、自身が AKB48 劇場で過ごした日々とどこか重なる。さんがお気に入りだというカフェに案内してくれた。レモネード。あ、ここは。で、そう、そう。レモネード。感謝です。美味しく食べてよ。ね。正直、저도이친구처럼음악도되게좋아해서연기도하고싶고음악도하고싶은좀꿈이커요。 연기도마찬가지로좀욕심이많아서사실되게나이들때까지음악도그렇고연기도그렇고다양한연기를가리지않고다소화할수있는배우가되는게당연히꿈이고네그렇습니다。
私はまあでも今ドラマだけしか経験はないので、今後もちろんドラマもやっていきたいですし、あとやっぱ自分舞台見るのが好きなので、舞台もたくさんやっていけたらいいなって、あとミュージカルもいつか挑戦できたらいいなと思ってますし、私も息の長い女優というか、何年先も必要とされるようなそんな女優さんになれたらいいなと思ってます。아궁금한게아이돌오래했으니까일본에서는되게유명하실거아니에요그럼이제친구들이랑뭐놀고싶거나그럴때보통 사생활할때뭐하시는지활동안할때でも全然普通に変装とかもしないで、友達とカフェでランチしたりとか、お買い物したりとか、ディズニーランド行ったりとか、普通の皆さんが過ごすような感じで普通に遊んでます。술은좀하시는지お酒は飲めますか？お酒飲みます。好きです。아좋아한대원래는이런카페가아니라술집에서술한잔해야되는건데 셀카아셀카셀카야셀피셀피야예슈人目を気にせず済むせいか、ソウルの街では肩の力を抜いて過ごしているように見えた。AKB としてやっぱ12歳で入って、自分の人生の半分は AKB だったので、ほぼなんか生きてる時間ほぼ AKB みたいな感覚で人生歩んできたので、 AKB として普段もやっぱり意識してずっと常日頃過ごしてたっていうところもあるので、そういうことを気にして結構制限されていたというか、自分で制限してたというか、シャットダウンしていたというか、そういうこともたくさんあるので、ちょっとそれがやっぱり AKB を出ることによって遮断しなくても良くなるので、できることはたくさん増えるなっていう楽しみもあるので。原宿とか渋谷とかその感じの雰囲気はありますよね。似てる、ちょっと賑やかで。韓国へ来た最大の目的はミュージカルの鑑賞。でもその前にもう一つ楽しみがあった。それはショッピング。目指したのは日本でも若い女性に人気がある韓国初のコスメファッションブランドの店。AKB48 では自分でメイクすることも多い。黄色黄色っぽい。これは CC だから、そんなあれナチュラルめに作らしい。さっき調べた。何用？仕事用？CC だからちょっとした、あちょっとした仕事か仕事じゃない時。普通の女の子、そんな一面が垣間見える。そんなに興味なかったんですけど、最近結構興味がというか、すごい楽しいなっていろいろ試したりして楽しめるようになってきました。綺麗ですしね。ですね、なんかすごいパッケージとかも可愛いとワクワクする、やっぱ女子ならではの楽しさというか。5階建ての店舗は見応えのある品揃え。のんびりとした買い物は久しぶりのこと。時間も仕事も忘れ楽しむ。
あ、めっちゃ袖長い。え？長いよ。可愛い。あ、でも可愛いかも。泣くんだけど。え、すごい。あ、止まっちゃった。え、何これ？わかんない。何これ？よくわかんない。すごい。すごい。しかし。やばい。舞台始まっちゃう。ああ。見てない。見てます。量が見える。やばい、舞台始まっちゃう。はい、もう、はい、大丈夫です。やばい、舞台に遅れる。やばい。最大の目的であるミュージカル、この時、開演時間まであと27分。夜のソウルを早足でかける。念願のずっと来たかったんで、夢中になってたらあっという間に時間が過ぎちゃって。でも全然まだまだ足りないみたいなね。いやですね、本当にもっと他のお店も見たいですね。めっちゃ楽しい。スタッフの読みも甘かった。この日のソウルは現地コーディネーターも呆れるほどの大渋滞。300m。でも今走れば渓谷で入れます。入れます。ルギア？ルギチョンギア？やばい、走ろう。危ない危ない。どこだ？劇場へ駆け込む。本当に開演直前、間に合った。ミュージカル「ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ」。37歳の若さで自ら命を絶ったオランダ生まれの画家ゴッホ。ミュージカルは彼を支え続けた弟テオとの愛と葛藤の半生を描く。2時間にわたる公演、たった2人の出演者だけで観客を魅了していた。はじめまして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 。座って。はい、あ、すごい日本語。この作品本番迎えるまでのお稽古期間はどのぐらいあったんでしょうか？사실저같은경우는이빈센트반고라는작품을초연서부터지금4년째하고있는데그때마다이제매번연습기간이보통한두달을잡아요두달을잡고연습을하는데그두달동안이제뭐노래도익히고동선도익히고그래서처음초연을공연을할때는아예정말무에서시작을했기때문에시작자체가지금과는굉장히많이달랐어요뭐객석에서등장을할까아니면은정말치매걸린환자처럼처음에계속반복을하면서할까이런것도굉장히고민을많이했었고
뮤지컬을 만약에 하시게 된다라고 하면은 그 이것도 할 줄 알아야 되고 저것도 할 줄 알아야 되고 굉장히 수많은 것들을 해내야 되는데 사실 모르겠어요. 이제 배우는 또 다른 거잖아요. 그래서 이제 더 많은 아예 정말 다시 처음 신인이다 라는 기분으로 연습을 임해야 될 텐데 어떻게 각오가 좀 돼 있어요? 물론 AKB では 12歳 から 入って 11年間 やってきたんですけど これから外の世界へ出てやっぱり AKB とやってきたこととは全く違うと思うので本当にもう一からまた人生をやり直すような気持ちで頑張っていきたいなと思ってるのでその覚悟は十分できてます。그 빨래라는 작품이 실제로 한국에서 그것도 일본에서 그 전국 투어를 다녔다고 하더라고요. 제가 그거를 또 5년 동안 했는데 그 와중에 그 중간에 한번 노지마 나우토라는 배우가 한국에서 저희 공연을 같이 한국 배우들하고 특별 공연을 했었어요. 저는 그때가 너무 되게 좋았거든요. 이 다른 배우와 다른 나라의 배우가 한 무대에 선다는 것 자체가 되게 큰 영광이자 또 굉장히 뜻깊은 시간이더라고요. 그런 기회가 꼭 왔으면 좋겠어요. 그렇습니다. 是非是非 이런 方とお芝居していきたいですし、そうやって海外の方ともいつかお仕事をできて、いろんな刺激をいただいたり、たくさん勉強させていただきたいなと思います。新たな道が目の前に広がっていることを改めて感じていた。お疲れ様でした。お疲れ様でした。やっぱり大きい劇場も魅力的ですけど小劇場ならではのやっぱりより役者さんの表情だったりやっぱエネルギーをすごくダイレクトに感じることができるので小劇場ならではの魅力っていうのもありますよねやっぱり好きどちらも好きですね。いろいろな舞台見るようになったのは本当でもめちゃくちゃ最近ですここ2、3年とかででも逆にそれまでは全然見てなかったからその見てなかった時間を取り戻すように必死には見てますやっぱその見てなかったっていう損してる生きてきたその20年間ぐらい渡辺麻友は何事も追求するタイプ完璧なアイドルと呼ばれたのも偶然ではない。